どうも皆さんおはこんばんちは、スマホでタルコフこと、アリーナブレイクアウトのお時間です。お前ちゃんとこのゲーム続けてたんだな。続けるも何も、私このゲームのために長年愛用してきた iPhone をやめて、先々週に某メーカーのゲーミングスマホを購入したぐらいですよ。思った以上に本気だった。15万円もしたんですが、それゆえにアリブレが超快適になりました。そしてなんと、本日10月27日から、アリーナブレイクアウトはシーズン2を開幕。そしてなんと、運営さんのご好意により、一足先にシーズン2の内容をプレイさせていただくことになったので、新シーズンの情報を添えて新スマホでデビューというわけです。そしてなんとこちら、新マップの軍港。新マップまで遊ばせてもらったの？ある程度レベルを上げないと入れない場所で、リリースされた今日見れる人は少ないんじゃないでしょうか。こちらをちょっと探索していきたいと思います。武器はそれ何を使ってるんだ？これもシーズン2からの新要素、エリートセットと呼ばれるもので、出撃前にすでに構成された装備をレンタルすることができます。レンタル装備のグレードは3段階。レンタルには専用のチケットが必要で、これは日々のログインボーナスやミッションを達成すると獲得できる可能性があります。特に新兵用ログインボーナスでたくさん配布していたので、シーズン2からアリーナブレイクアウトを始める初心者さんにはぴったり。何の装備を持っていけばわからない初心者とか、ルーキーのうちは装備や物資のロストが異常に怖いからな。今回は一番低いグレードのチケットを使っていますので、装備の内容はお手順にもいいとは言えませんが、エリートセットの内容は毎朝5時に更新されるので、いろいろな装備を試すきっかけにもなりますね。他にも代償様々なゲーム体験に関わるアップデートが実施されました。コンテナの中身がクリアできるボタンが追加されたり、倉庫で自動的にスキンが反映できるボタンが追加されたり、初心者だけじゃなく経験者的にも嬉しい改善が結構あるんだな。まあ経験者からすれば、一番嬉しいのは新マップに新武器でしょうけどね。ということで何やらずっと銃声が鳴っている。上のフロアに向かってみましょうか。なんというか、軍港ってマップはなかなか戦闘が激しいんだな。レイド開始直後からすごい銃声の数ですよね。何やら過去最高レベルで NPC 戦闘員が湧きまくるので、その処理をするだけでも一苦労だとか。で、クレイモアがある。初めてのマップでよく気づけたな。たまたま地面に出て助かった。で、何やらこの広場と建物でも戦闘してますね。軍事エリア内での強化メッセージ放送？どうやらこのマップのギミックみたいで、ボスを倒すかレーダー車両横の信号装置を止めないとダメらしい。ボスってどいつかわからんし、レーダー車両ってどれだよ？他のプレイヤーも戦ってるみたいだし、一旦このヤバそうな場所から逃げない？あの倒した敵の装備確認したかったけど仕方ないですね。っていうか、信号装置破壊のアナウンス出てるな。どうやらすでに軍港を知り尽くしたプロがいるらしい。ベータテストどれだけやり込んでるんだよ。だが警報はまだ止まっていないな。軍港は複数の階層で構成された建物や、屋上にまで行けるみたいですね。というかなんか横から撃たれてるような。で、やっぱ、どっから来たんだよ。この警報装置が鳴っている間はこの区画に大量の NPC が押し寄せるっぽいな。とはいえ所詮は NPC、数で押そうとしても、貴様らは所詮物資の山になり下がるだけ。お前たちの装備品、いただいていこうじゃないか。どれどれ、どんな装備をつけてるのかな？ってなんじゃこや、かなりカスタムされてる。爆速でレンタル装備してるな。ストックにグリップ、サイトまでついてますよ。スティールアーマーリブも結構優秀そうだな。しかし流暢な物資あさりも許されないのがこのゲーム。どうやら次のウェーブがやってきたようです。とんでもない人数がいるな。これって本来この警報装置鳴らした奴らのところに行くやつですよね。どうして私が代わりに処理する羽目に？手遅れになる前にこの場から離脱するのが先決かと。けどあいつらもこいつと同じぐらい装備美味しいのでは？さっき拾ったカスタムズにもカズマシンガンならやれるはず。銃弾も余裕ないのに大丈夫なのかよ。倒した敵から装備を奪ってこちらはこのゲームの基本ですよ。オッケー倒した。確かに初めてこのゲームを投稿した時より腕は上がってるな。新しいスマホ最高。以前使ってたのが4年前のものだったんで、ちょうど替え時だったんですよね。アリーナブレイクアウトのためにこのスマホに変えてマジでよかった。今回は案件動画だから詳しい型番とかは紹介できないけどな。しかしこれ足返ししちゃったんですけど。レンタル装備だから手術キットなくない？それ見ろ言わんこっちゃねえ。やばいって、倒した奴の物資を見に行くこともできない。頼みの綱のサブマシンガンも玉切れだ。最初に敵から奪ったゴミみたいな銃しかないな。一応敵の死体からマガジン1本だけ回収できたけど、このままじゃマジでやばい。てかどこから脱出すればいいの？新マップだからわからんね。やめて、お願い。まだほとんど探索してないのに。っていうか他のプレイヤーども早く警報止めろや。巻き込まれる人の気持ちとか考えたこと。
ということで怒りのガンスミスタイム。八つ当たりとも言う。今回はせっかくなので、新武器から AM94、通称アバカンをチョイスしてきました。懐かしい響きで涙が出てきた。昔から FPS をやってる人には馴染みの深い武器ですよね。確か最初の2発分だけ素早く発射されるのが特徴で、昔は2点バーストで使用していたこともあったかな。フルオートだけでなく、細かなバースト落ちにも対応してるんだよな。ということで、お金に糸目をつけないフルカスタム AM94 の完成、これを使って軍港をリベンジしていきたいと思います。なんかマガジンずれてない？斜めグリップ並みに傾いててくさ。ということで帰ってきました軍港です。ガチガチ AN94 を使ってリベンジしていきます。今回は屋内スタートか。早速周囲では戦闘が始まっているようですね。私たちも遅れを取らないように、外に出ていきましょう。いきなり NPC が突っ込んできたか。問題ないですね。レーザーもサプレッサーもいい感じです。あれはプレイヤーのコンストラクターだ。ジャンプで回避してるし間違いないな。さすがベータテストにまで参加してる人は動きが違いますね。ですがコキトラ装備が違うぜ。相変わらずテクニックじゃなくて装備でゴリ押し。どれどれ、どんな装備でどの程度のレベルだったんだ？装備はかなり軽装っぽいな。ノンカスタムの裸 SKS か。レベル28ってクソやり込んでるな。とりあえずドッグタグだけでももらって帰るか。しかし NPC の出現数がすごいのか、絶えず銃声が鳴り響いてますね。そこら中にプレイヤーや NPC の死体がゴロゴロ転がってます。さすが新しいシーズンで追加される上級新マップだな。難易度もそれ相応に高めの設定のようだ。参加しているプレイヤーもベータテストに参加するほどの人たちですからね。なかなかに旺盛なプレイヤーが揃っているということなのでしょう。おっと、この広場の向こうに消えていくプレイヤーを発見。っていうかなんでみんなあんなスムーズにジャンプ出るんだ？マジでキャラクターコントロールすごいよな。なんかタルコフ仕込みの地味な動きしかしない私が間違ってる気がしてきた。ですがアリーナブレイクアウトに新しい旋風を起こしてこその老兵。そんなでかい音でバシバシ打ち合っていたらどうなるか。背中を打って教えて差し上げるとしましょう。この AM94 こそ強いな。弾も死ぬほど持ってきたので、すべてを破壊し尽くしますよ。さっきの奴が戦ってた広場付近に来ました。どうやらここでめちゃくちゃ戦闘が起こっている模様。まああちこちでめちゃくちゃ起こってはいるんだけどな。おっと NPC の声が聞こえますね。さっきのレイドではよくもボコボコにしてくれたな。今度は使ってる銃の精度が違うってばよ。これこれ、やっぱこの手のゲームは高級武器で一方的に倒すのが気持ちがええ。他にはシーズン2で追加される武器でおすすめとかある？ AEK、S31、スカエルなど、FPS ファンにとっては馴染み深い人気の武器が多数追加されていました。どれも使いやすい武器なので、好みのものを見つけられるといいですね。って、今の動き絶対プレイヤーだろ。マジで油断も隙もないな。これですでにプレイヤーを二人撃破か。最初の人よりは装備しっかりしてるけど、さすがに私の足元にも及びませんね。ドッグタグと武器を拝借していきましょうか。ある程度戦闘してマガジンを消費したので、ここで少しマガジン作っておきましょう。さっきのレイドみたいに無限に敵が来た時に対処できないからな。ちょっと時間を作ったのでここで宣伝タイム。10月27日から始まった新しいシーズン、シーズン2ですが、ご覧の通りこのゲームはスマホとは思えないクオリティで展開されるタルコフライクのゲーム。基本的には物資を手に入れて脱出することが目標となり、その手段として戦闘をするゲームですので、必ずしも戦闘が必須でないという、FPS では珍しいジャンルのゲームです。勝てば相手の物資を奪えて、負ければ持ち込んだ装備を全て失う。私のこの超高性能 AN94 も、油断して負ければ一瞬で水の泡。そんな緊張感が売りのゲームですね。基本プレイ無料で、多くのプレイヤーがシーズンパス程度の美課金で遊んでるのかな？一応課金で死んでも安全に物資を持って帰れるコンテナが借りれるんですが、その枠は狭いので、結局生きて帰ることが重要なゲーム。上手いプレイヤーほど無課金で満喫しているでしょうね。ぜひ無料なので動画詳細欄からダウンロードして遊んでみてください。あとはアップデートと同時に、ハロウィンにちなんだイベントモード、嵐の警報、恐怖の夜が実施されています。シーズン1をやり込んで一旦離れていたプレイヤーも、ぜひこの新しいシーズン2やイベントを楽しみに戻ってきてみてはいかがでしょうか。以上宣伝終わり、プレイヤーを発見したので戦闘を開始します。結構硬そうな敵だったな。運悪く動かれてしまって、不意打ちで倒すことができませんでしたね。ですがあそこにいると分かっていれば、依然こちらが有利です。さあ、AM94 の力をとっと見るがよい。60連マガジン本当に便利だな。ナイス弾幕。さっきマガジン作って補充しておいてよかったですね。さて、奴の死体を漁りに行きますか。って待て、さっきの死体の場所から何か足音がしないか。そんな真っ逆かアニバいるじゃねえかおい。そんな祭りは存在しない。あっぶねえ。つけててよかったレーザーサイト。腕を吹っ飛ばされただけで済んだか。こいつらパーティー組んでたんですね。っていうかここ死体の数やばすぎ。あそこに見えるのは NPC っぽいし、一旦プレイヤーはこれだけかな？装備の確認とドッグタグの回収をしましょう。やはり軍港に来るプレイヤーはなかなか高レベルだな。普通に危うく AN94 をパクられるところでしたね。本日最高レベルのレベル29も倒していたみたいです。引
険なのでさっき見えた NPC も倒しておきましょうか。万が一頭に入れられて死んだら笑えない。確認できてるだけでもプレイヤー4人を倒しているし、お前以外も戦闘しているだろうから、もうほとんどプレイヤーは残っていないだろうな。そろそろ軍港の脱出ポイントを紹介して帰還しましょうか。軍港の確定脱出のポイントは、マップで見るとわかりにくいです。今いる建物の場所にピンがあるんですが、実は肝心の脱出ポイントはこの建物の地下でした。お前も探すのに結構苦労したよな。なんてったって先行プレイで全然情報なかったですからね。機械はこの通り、少し裏路地に進んだところにフレアが出ています。ここから地下に降りていくと脱出ポイントがあるんですが、マジで脱出待ちし放題みたいなヤバい地形なので、脱出する際は細心の注意を払っていきましょう。暗いし入り組んでるしマジでヤバいな。グレネードやフラッシュ版で索敵してから降りることを推奨します。ということで新しいマップ軍港の紹介と、新しい武器 AN94 の紹介でした。実はこの後にも激アツのバージョンアップ要素があって、このレイドが終わった後のリザルト画面もかなり進化しています。このゲーム、もともとリザルト画面結構凝ってたよな。移動したルートや、どのタイミングでプレイヤーや NPC をキルしたかなど、こと細かにレイドを振り返ることができる新機能。何これめっちゃいいじゃん。今回のレイドは軍港の中心部を完全に制圧できましたね。さらには表彰機能やランクアップ演出も大幅グレードアップ、無事脱出できた時の高ぶりが一層増す演出となっています。ちなみに気づかない間にプレイヤー5人キルしてたみたいです。NPC と間違えて1人やってたのか。ということでスマホでできるタルコフライクゲーム、アリーナブレイクアウトは本日よりシーズン2開始、ぜひ動画の詳細文からダウンロードして、皆さんの参戦をお待ちしています。といったところで今回の動画はここまで、ご視聴、ありがとうございました。